はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、僕の大好きな家系ラーメン会でございます。コメントの方でもですね、ちょくちょくと家系ラーメンだけの再生リストを作ってほしいと言われるぐらいですね、僕の視聴者様も好きな方が多いとは思いますが、本日はですね、家系ラーメンを食べにこちら荻窪駅近くに来ております。もうですね、駅名を聞けばラーメン好きの方はどのお店に来てるかわかるとは思いますが、本日はですね、麺屋りょうさんというラーメン屋さんに伺おうと思います。こちらのお店さんはですね、オープン間もないんですけれども、オープン直後からすでにですね、人気の絶えない行列のラーメン屋さんとなっております。やっぱりね、実際の味っていうのは食べてみないとわからないところではございますが、オープン直後新店からね、人気が絶えないということは確実に美味しいということですので、早速ですね、本日のこちら麺屋りょうさんのお店に伺おうと思います。とは言ってもですね、こちらの麺屋りょうさんに行ったことある方は僕の背景でなんとなく察してるとは思いますけれども、もうね、お店目の前でございます。こちら本日お伺いします麺屋りょうさんでございますね。もうね、今日ももちろんお腹ペコペコですので、早速美味しい絶品の家系ラーメン食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、こちら麺屋りょうさんの店内に入っておりまして、すでに注文は終了しております。もちろんですね、本日も並盛りとライスをいただいた後に、特製にプラスカスタマイズをしたラーメンとライスという形でね、二重に分けてラーメンいただいていこうと思ってますが、こちらですね、もうすでにライス到着してまして、こちらのですね、りょうさんのお店はですね、一杯のラーメンにつき、通常ね、そもそも、ライスが小もしくは並で無料でついてくるんですけれども、僕は別途ですね、このライス食べ放題の食券がありますので、そちらをね、注文させていただいております。こんな感じでね、ご飯とチャーシュー、豪華な盛りでございますけれども、これと合わせて本日はラーメン食べていこうと思います。さて、いただきます。はい、ということですね、本日注文させていただきました一杯目のラーメン到着しました。こんな感じですね、本日ももちろんお好みは全部普通で注文しております。それでは早速こちらの一杯いただきます。うまい。いや、ちょっと待って、これたまんなくうまい。もう麺いっちゃってもいいですかね。じゃあ本日ね、初の麺いただきます。こうですね、今日も。めちゃくちゃうまいっす。骨感、肉感、油感、もうどれをとってもバランスがいい。止まりません。めちゃくちゃうまいですよ。お腹に余裕があるというか、自信のあるお客様はおそらくですけど、ライスね、食べ放題で注文した方がいいかなと思います。ラーメン自体もね、すごくこう塩分が強いわけではないんですけれども、出汁の味がしっかり香るようなラーメンなので、ご飯が進むんですよ。ただね、もちろん食べ放題とは言っても、まあ、食べきれる量だけということなので、無理はせずにね、注文をお願いします。今回ちょっと一杯目ね、もちろん並で注文したんですけど、もう一瞬ですね。したら、すみません、おかわりをお願いしてもいいですか。最近なんかはね、もちろんいろんな大食い動画を撮ろうと思いまして、視聴者様にもね、こう楽しんでもらえるように、ラーメンがもともと多かったのを
ちょっと変えてね、僕の動画の中でもラーメンを食べる回数減らしてまして、で、かつ私生活でも今ね、体調管理というか、そういったものも含めて、あんまりラーメンを食べないように控えたりするので、本当にね、こう、そもそもラーメン食べに来るのが久々なんですよ。で、そんな中ね、こんだけ好みに突き刺さるラーメンが食べれるって、本当に幸せです。うまい。うまっ。よし、じゃあちょっともうこれ具材最後なんですけど、うん、うまい、うん。ってことでですね、ただいま1杯目こちら並盛り完食させていただきました。一旦ね、ごちそうさまでしたということで、この後もですね、もう2杯目は作っていただいておりますので、写真の完成もう少々お待ちしたいと思います。ありがとうございます。ってことでですね、本日の2杯目ですね、特製の大サイズにプラスチャーシュー、ほうれん草で海苔追加しております。量がね、これどんずらがもうパンパンですので、ちょっとお気遣いいただいて、この特製につくネギに関しては別皿でいただきました。早速いただきます。あー、やっぱうまい。あー、うまいな。大丈夫です。めちゃくちゃうまいです。2杯目も。動画抜き外でもう刺さりまくってますね、今。それが一番美味しいです。ちょっとね、さっきはチャーシュー1枚しか入ってなかったので、もったいなくてね、しなかったんですけど、ね、チャーシューとライス、これくるみまして。うまそう。いただきます。チャーシューの火入れも本当にちょうどよくて、お肉の部分ね、すごく柔らかいんですけれども、プリッとね、歯切れのいい、一番僕が好きなベストな火入れのチャーシューなんで、ぜひね、この動画を見てこのりょうさんに来たお客様はですね、チャーシュー増し、僕は激推しです。うまっ。そしたらこの辺りでね、せっかくなので、このネギと麺合わせて、この辺りで僕がね、この一番大好きな食べ方、これ海苔とほうれん草をくるんでね、ライスとともにいただきます。ベースのね、スープはこの豚の骨、肉、でこの油と旨味がね、すべて詰まってて、で、そこにかかるこの鶏の旨味、これがね、すごく上品で、出汁の効いた優しい当たりをする香りなんだけれども、このね、鶏の香りにこの吊るし焼きのチャーシューの香りが、さらにこう、移っていくと、高級な焼き鳥屋さんの鶏の香りっていうの、そういうね、香ばしい、美味しい、出汁感じる、これもすごいよ。いろいろとね、今日の動画ではこの味説明したので、この後はね、ガツガツといきたいと思います。
こちらですね、味玉が本日最後の食材です。ごちそうさまでした。ということで本日はですね、こちら荻窪駅近くにございます麺屋亮さんで美味しい家系ラーメン食べてきました。動画をきっかけに、初めて伺ったお店を限定でね、もともとね動画行く前から、行ってたお店は除外するとして、今年ですね初めて動画でお伺いしたお店の中で個人的に、僕の、ね、記憶の中でもおそらく好み一番だったんじゃないかなと思います。いやーちょっとね本当にこの後、多分動画公開がね9月10月ぐらいになると思うんですけれども、残り2ヶ月3ヶ月残した今でもすでにもう1位を超えられないんじゃないかと思うぐらい、個人的にはもう本当に好みに刺さった家系ラーメンでございました。家系ラーメンといえども、いろんなねジャンルがありまして好み分かれるところではございますが、ぜひですね気になった方はこちらの麺屋亮さんで美味しい家系ラーメン食べてみてください。個人的にはもうチャーシューからスープから麺もうすべてがね最高のラーメンでございました。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。